はい、どうも皆さんこんにちは、ムンスケです。信長の野望新生 PK、今回からねまた新しい武将を使って遊んでいきたいと思います。はい、初めからということでね、今回ですね使いたいシナリオなんですが、夢幻のごとくでやっていきたいと思います。そしてですね今回も、if プレイというわけなんですが、使いたい武将がですね、この天下織田家、織田家を使っていきたいと思います。珍しいですね。で、難易度はカスタム歴史イベントありでいきましょう。新しき世の始まりぞ。はい、ですね、なぜねこのシナリオの織田家を使おうと思ったかという話なんですが、本当はですねここのシナリオ、1ヶ月後にね本能寺の変が起きてですね織田家が分裂するんですよね。で、その時の、秀吉をね使いたいなと。で、しかもそのままやったらね強すぎるんで、ちょっとこの羽柴家をねさらに分割させて、なんかねちょっとイフストーリー面白そうなんやれたらいいなっていう風にね考えてちょっと触ってたんですけども、その時にですね今更私、気づいたことがありましてですね、自制力で絞り込んでいく、あ、間違えた、このイベント織田家のイベントほとんどね私見てないんですよね。織田家をあんまり使わないというかほぼほぼ使ったことない、もしかしたらね信長使うのは初めてかもしれんぐらいの勢いで、でこの下の方にねこの仮想シナリオ、ちゃう、仮想イベントっていうのが用意されてたんですよね。今さら気づきましたね。もうだいぶやってますけど、うん、1年以上やってるけど、1年以上やってる？やってるよねと思うんですけど、今さらこの本能寺脱出、信長復活、信長の予感、本能寺の裏、そしてこのゲームのタイトルにもなっているイベント、信長の野望新生っていうねイベントを見つけてしまいまして、これはちょっとね見なあかんやろうと思いまして、光栄さんが一番力入れてるイベントなんちゃうかなということで、これ見ずには終われんということでですね、この赤丸がついてるんでまだ見てないっていうことなんですけども、でその前にね、一回あのリハーサルも兼ねましてこの本能寺脱出の方ちょっと見てみたんですよね。これもね発動させるには何やったかな、この弥助に総三左文字っていうね剣をあげないとねイベント起きないっていう、そういった仮想シナリオで、仮想イベントでこんなんあるん知りませんでしたね。普通にやってても起こすの難しいイベントやと思うんですが、こちらねちょっと見てみました。うん、面白かったですね。で、今回はこっちちょっとやってみたいかな。うん、本能寺脱出を見てしまったらこっちのイベントは見れなくなるんですが、こっちの条件がですね、二条城の城主を信長にしておくということなんですね。それに、それが引き金となってこのイベントが起こる。で、このイベントが起きたら本能寺の裏っていうイベントにつながる。で、さらには、明智を残り一条まで減らせばこのね信長の野望新生っていうイベントが見れるということなんで、ちょっとね、狙っていきたいかなと思います。じゃあまずは、このイベント起こしましょうか。そこからちょっとねやっていきたいかなと思います。
はい、戻ってまいりました。まずね、この軍団からね、二条城を外しまして、で安土城から二条城に引っ越しいたしました。これで、6月に入ればイベントが発生すると。見ていきましょうか。イベント見るんやったら、ちょっとワイプが邪魔かな。これで行きましょうか。はい、信長の予感見ていこう。破行に領地の繁栄は欠かせぬ。天下不武の実現を。お、来ましたね、本能寺の裏。本能寺のイベントは普通にあるんですね。手向かう者は滅せ。出陣する。まさかのまさかじゃ。はい、本能寺の裏見終わりました。信忠はね、残念ながら亡くなったという感じなんですが、あ、このイベント、あ、ちょっと待ってくださいよ。はい、このイベントね、柴田とか羽柴、そのまま信長の部下なんですね。そうか、信長から明智が独立しただけの状態になるんですね。なんとこのシナリオはさすがに難易度低い。どうしよう。でもこれ見たいな、信長の野望新生。どうしよう、ちょっと一気にカットしましょうか。この信長の野望新生のイベントだけ見ちゃいましょうかね。うん、そうやね。うん、そうしましょう。このイベントが見れるところまでちょっとカットしたいと思います。はい、戻ってまいりました。軍団柴田勝家と羽柴秀吉もね、どんどん攻め込んでくれて、もう残り1条になりますね。イベント見ていきましょう。さあ、どんなイベントになるのか楽しみですね。さあ、ん、イベント始まらへん。あ、交戦中か、攻めなあかんわ。よし、敵は皆滅ぼさん、ついてまいるのだ。ここで始めていこう、イベントを。
落ちぬ。来ましたね。ちょっとワイプを消して。55年の夢、覚めるか。ということですね、イベント信長の野望新世見ました。新たな姓がどうのこうのみたいなね、そういうことやったんですね、新世ね。なるほど。ではこのシナリオはね、ちょっと簡単すぎるということで、もう一個の仮想シナリオで今回は遊んでいきたいと思います。ではその盤面まで飛ばしたいと思います。はい、戻ってまいりました。それではですね、本能寺のイベントが起こる前にですね、ヤスケに総三左文字を与えていきたいと思います。ありがたく存じる。はい、これによってイベント条件達成してるかな。本能寺脱出、条件は、あー間違えた。あーいいですね、 OK。 ではイベント見ていきましょう。はい、本能寺脱出。何たることか。よろしいですか。ありえませぬ。造夫が煮えくり返る。何か手を打たねば。思案のしどころです。ここで二択になると史実の展開に進みます。教えなかった。
になるので仮想の展開に進みましょう。教えていこう。お聞きください。よかろう。なんと、やりました。で続いて信長復活のイベントも見ていきましょう。嬉しゅうござる。申し上げます。新たな世を見せてくれよ。はい、ということでイベント見ていただきました。うん、本能寺脱出見終わりましたね。で信長復活もね見終わりましたと。でこっちのねイベントを見るとですね、信長家が四条のみになるんですよね。明智、羽柴、柴田、信勝、信勝っていう感じになって、同盟先はね徳川のみになるっていうね、こっちのシナリオはなかなかハードな印象があるので面白そうですね。よし、で武将がね7人しかいないと。見ていきましょう。信長で蒲生氏郷で機長で氏郷のお父ちゃん片秀で氏郷の妻冬姫で安家と蘭丸ですね。うん、なるほどなるほどですね。相当武将数がまずいことになっておる。で城がね4つあるんで、城主は決めて、で代官も任命してっていう感じですね。よし、内政やっていきたいと思います。お、柴田の信用が100に到達しましたね。同盟はまあ今すぐはいいかな、いいかな。で今ですね、明智が羽柴が持ってた野津山を落として筒井のね筒井城落としたところまでですね、動きはそれぐらいで、うちね武将数が足りてないんで、できればここの筒井をね滅ぼして武将回収したいですね。島左近とかねっていう感じでしょうか。鳥羽城を徳川が落としている。で徳川とのね親善も進めております。うん、羽柴と明智と信勝はね外交できませんでした。なんか敵視されてました。勝家はね可愛いやつですね。うん、独立しといてね全然敵視してなかった。よし、もうちょっと動きがあるまで
内政続けていきたいと思います。お、徳川との信用も100いきましたね。徳川とは別に婚姻とかもない、援軍は呼べる。ちなみに、あー、なるほど、玉丸城に3部隊出してくれる。ん、どっか攻めてもらって、その隙にうちも攻める。いかな要件か聞こう。3部隊とか出してもらおうかな。ただですね、こう敵視されてるね、勢力に挟まれてもうてるからな。こっち攻めたらこっちが攻め込んでくるみたいなね、多分そういう罠があると思うんでね、もうちょっと置いときます。うん、横の勢力が動いたらうちも動こうかなと思いますね。はい、戻ってまいりました。ですね、筒井のピンチですね。明智が筒井攻め始めちゃいましたね。うちは結構内政、潤沢なね、資金がありましたので、兵力をね、かなり伸ばしてきましたね。で、何人かね、武将を回収したので、機長とね、あと冬姫のバフに武勇の武将を入れております。で、氏里のところがまだか、回復全然してないな。これは筒井行きましょうか。ついでに明智と戦をする形ですかね。ただこのね、全く動いてないこいつら多分来るでしょうね。なので、いかな要件か聞こう。呼べないなるほど、どうしよう。はい、戻ってまいりました。それではですね、一応信雄を警戒しながら舞台出しました。亀山城の機長のね、舞台は動かさないでおきます。で、高取城を落としましょう。で、明智とね、合戦ができれば、さすがに明智が打ちに来ることないんちゃうかな。ここ三条動かせるからもしかしたら来るかもやけど、これで見ていきたいと思います。いきましょう。その前にね、筒井落ちんといてや、頼むで。さあ、明智と合戦できるでしょうかね。今回ね、結構イベント見たんで、もしかしたらそんなにね、草とかできないかもしれない。名の者、戦の支度だ。合戦になりそうやから、ちょっと速度緩めて行きましょう。出た。我が武を示す時が来た。8対9、お、ほぼ互角ですね。やりましょう。面白そうな戦いがいきなりできますね。よし、この戦やって、で、城落として、今回は以上にしましょうかね。これで一般になってます。敵は見ろ、ブローさん死ぬ、間違い。ここに行くぞ、足を動かせ。皆の者、我らの力を、はい、まずは蒲生氏郷のナマズを兜を発動させました。よし、これで攻撃力上がったからね。まあ、一旦下がろう。いざ、まずはナマズをね、ナマズを難しい、発動できたから
で、 できればね、軒口どっちか落としたいですね。この軒口は太郎さんに任せて。ここに敵を知るぞ。軒口落としたいぞ。よし、要所的に続け。頭を食らわせてやろう。ごめんなさい。敵を入れろ。敵は見ろ、フォローさん。敵を攻めます。敵を攻めます。お指図を頂戴したか。台から弓矢攻撃をしていく。何ですか？次がね、フィッシュに任せて大丈夫かな。幼少我らが手に我が軍略今こそ披露してきたよ。結構いい感じに。よくと見るがよいわ。はい、我が武略をな。今が好機ですと。コブも入れていきましょう。今ぞやれ。後半位コブ、やっぱちょっと心配やな。戦の神髄よ。進軍始め。ラオさんが進む。おめでよ。敵の大量を封じる。敵の大量を封じる。顔見せてやるぞ。ラオさんが進まれてしまったな。敵は見ろ、フォローさん。我が戦法を見るがよい。待って、ファラオさんそんな早く撤退。この劣勢いかにせん。守る部隊出さないと。お指図を頂戴したく。なるか。時口を固めまする。幾重にも積み上げた我が武略指導してくれるわ。今が好機ですと。今が好機ですと。左翼がだいぶ頑張ってくれてますね。まさか本州が撤退してしまったから今が好機です。勝ちを手繰り寄せん。我が方が勝っております。今こそ好機です。本州が撤退していく。よし、さすがに本州の方がね、本州に本州が落とすことですね。まさか。ラモーがダメージをだいぶ受けてるから。あ、これはもうラモーが王将を制する。続け。大きいです。はい、一箇所と踏んだ。これで敵が分断。やったぞ。はい、明智軍の士気をね壊滅させました。よし、オッケーオッケー。これで城取れるか。新しき世を呼ぶ風。あ、一条もらえた。もらえたもらえた。これ美味しいな。水城もらえましたね。士官出てるわ。保存陰影と鈴木元信。忠節を尽くしますぞ。で、このまま高取城を落としに行きましょうか。はい、それでは見ていきましょう。この城を落とします。高取城、お、やっぱ来るやん。ちょっと待ってくれよ。
ません。それ以上に来たか。それではね、防衛やりましょう。筒井城の城台ちょっと出して合戦やっていきましょう。戦が始まるぞ。二部隊これを倒してすぐさま機長の方にね向かいましょうか。筒井を攻めるのはその後にしましょう。時間がねちょっと怪しくなってきたんで、この戦までにしたいと思います。皆の者、お攻めに向かう。どうしようか。いかがいたしましょう。どうか、ご命令を。敵は見ろ、お坊さん見ろ、行くぞ。召し上がる。続け。やす、敵は見ろ、お坊さん止めていく。お願いを。そして今回勝利を決めてやりましょう。次なる手段はいかにして。ご命令はいかに。ここに。行くぞ。足を動かせ。動かせか。動くべき時は今だ。今すみません。今だ。これも仕草。堀が前出てきてくれたな。これ足止め入れて。足止め入れて軒口殴って。はい、動くべき時は今ぞ。そうやな。行こう。進軍始め。さあ足止めを入れましょう。我が戦法の切れ味その身で確かめよ。動くべき時は今ぞ。敵の軒口を塞ぐ。続け。敵は見ろ、お坊さん進軍始め。敵の軒口を攻めた。うれしゅうござる。よし、頑張ってよ。今だ。ポーズを発動力が戻りましたね。次なる手段はいかにする。敵を引いてください。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。を殴ってあんまり被害ね出したくないので、戦いで勝機をしてしまおう。我が戦法その目に焼き付けや。はい、さあ堀直政が引き抜いた中でね勝ちました。 OK、 素晴らしい。西側のね、6000やったかな、あと国衆だけなんで、おそらく変えるでしょう。はい、今回から始まりました織田信長本能寺脱出編ということでね、そんなタイトルでね、いいですかね、まあ、仮想シナリオってつけとこうか。それで分かってもらえるかな。私はねかなり新鮮な感じでプレイできてるんですけども、結構ねいろんな人もプレイしてるんかな、このシナリオはね。まあいいでしょう。はい、ということで、はい、第1話やりました。織田信長本能寺脱出編ということでね、次回信勝が謎にねお父様を攻めてきてますからね、倒してしまおう。でその後徳川が兵貸してくれるようならね、信勝の方攻めてもいいけどなっていう感じで考えております。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。コメントもお待ちしております。はい、それではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。アリアスー。